武蔵です。今日はジョン・サーの新しいアンプ、オンブレ、これをご紹介したいと思います。まずはチャンネルが2個ありますので、ノーマルチャンネルとブライトチャンネル、まず、ノーマルチャンネルの方からいきますね。それでどう、これボリュームとトーンしかありません。この感じで、ちょっと音を作っていきたいと思いますが、ギター、まずはハーフトーンというか両方のピックアップを使った音で、ノーマルチャンネルのボリューム2ぐらい、ちょっとこの音を聞いてみてください。これが基準になるでしょうか。このままでブライトチャンネルに行きます。ブライトチャンネルで、同じボリューム多分2ぐらいで、トーンもやっぱり同じ設定7。ちょっと音聞いてみてください。いいね。はい、もう一回戻してノーマルチャンネル、ちょっとすぐ聞くと音は上がりやすいと思うので、ノーマルチャンネル、すぐブライトチャンネル、ブライトチャンネル、これいいわ、すごい、絶対これいいわ、ここのチャンネルだけ欲しいぐらい。はい、中身は 6V6 真空管と、12インチスピーカーね、これでできてますよね。明らかにこっちのチャンネルね、明らかにあのブラウンフェイスな感じを意識した感じで、まず一番の第一印象はそのクリントンの音の時のそのものすごい気持ちのいいコンプレッション、ちょっと聞いてみます。いや、本当に一番うまく作れたこの紙飛行機がこう地面すれすれにいつまでも落ちないで飛んでるような、ものすごい気持ちのいいコンプレッションとサスティン感で、なんかもう音がね、まとまる感じが、なんかいつもより上手になったような気がするような、そんな感じですよね。歪ませますかね、歪ませましょう。歪むのはちょっとブライトのみでまずいきますね。はい、今は、ボリューム 2ぐらいで、はい、上げます。4です。ご存知のようにマスターボリュームがないので大きくならないと歪みませんが、4です。
もうなんかね、そのジョン・サーさんが言ってるヴィンテージアンプの感じ、もう爆発的にうまく出てるし、そのブルージー感、なんかブルース感最高出てますよね。もう一人聞きますよ。5ボリューム5、リアピックアップで。すげえ。じゃあもう一個いきますか。来ました、ブーが来ました。7ボリューム7、行くもんなのこういう時は。行っちゃいますよ。行っちゃいますか。ちょっと1回10まで、1回10まで、うわちょっと痛い。ちょっとそっちがあれだとすぐ取れます。めちゃくちゃ音でかいけど気持ち悪いね。最高に、最高のドライブ、最高のドライブ、本当に。一応もう一回、クリーンに戻して、今はブライトチャンネルの、クリーンに戻してボリューム2、ちょっとトーン0に一回やってみましょう。3ぐらい、トーン3ぐらい。トーン5。じゃあトーンを8ぐらいで。来ましたね、これ。なんかやりたくなっちゃうね。トーン10、トーン10、ちょっとフロントピックアップにしたりして。基本トーン10まで来たって全然なんか、なんていうの、痛くないっていうか、すごい全く音が痛くなって、そこがなんか本当ヴィンテージチューブアンプっていう感じですね。上げたら上げただけ痛くなって、で何かが足らなくなるっていうんじゃなくて、上げたらどんどんいいとこも一緒に上がってきて、本当痛くないね。こんな感じですね。じゃあ、あとはこのアンプに、ついてるのはトレモロと呼んでいいんですか？トレモロと呼ぶ？はい、トレモロと呼んでいいですかね。トレモロがついてます。
クリーンな状態にして、今ちょっとボリューム3ぐらいにしてみるかな。でトーンは7、相変わらず7の状態。これで、トレモロスイッチを踏んでみます。これあれですね、3になると歪み始める。今 2だと、2だとね、まあ僕が言うところのまだクリーントーンです。基本はグーって歪みそうになってるけど、僕がいつも作るクリーントーンはこれぐらい。実は歪んでるけど、まあこれはクリーントーンにしてるんですね。 2.5 ぐらいで、もう 2.5 になるといわゆるクランチトーンに近づいてるかな。3まで来るともう間違いなくクランチと。ということですね。